くるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。さらちゃん見てる、くるぶしです。そうです。はい、OK。 はい、ということで、前回の、華麗なる、あれどれ今紹介するの、ちょっと待ってやめてよ、二人だけの空間にさ誰かいるけど。ドッキリから始まりまして、はい、今日こんなことになるとは思いませんでしたけれども重量級肉食系浮上シンガーソングライターの京子ちゃんです。ありがとうございます。カンです。ありがとうございます。嬉しい。カンです。飛んできてくれてね、本当にありがとうございます。俺がこううち来て撮影しようって言ったらなんかレイプされるんじゃないかと思うじゃん。もう二つ返事で OK してくれたから。当たります。当たります。発想。いやね、言うても男の女ですからね。いや、そうやけど、うん、まあでもね、お家にジュニアとかね、まあまあね、嫁ちゃんとかね、はいはい、あとね、シフォンちゃんもいるもん、もう分かってる話、ね、まあ、そうですね、はい、まあでもおちんちんは違う生き物ですからね。アナルに早い早い早い。プリキュア、プリキュア、プリキュア、ちょっと話戻しまして、京子さんはなんかゲイが好きというか。あ、はい、俺もまだ知らない部分がたくさんあって、あ、はい、リスナーが全く分からない、そうですよね、ね、はい、方多いと思うんで、はい、今日はですね、メガドンキ神田の梅島店でですね、ホモソーセージをですね買ってきましたので、こちらをちょっと一人一本持ちながら。何やねん、ホモソーセージって。結構いい感じですね。なんかやっぱ女子ってデカすぎるのダメとか言うもんね。もうこれちょっと細いですかね。ごめんね。じゃあまず、美女子の話をちょっと。ちょまずどの辺を知ってるんですか。本当に一般的なことしか知らない。ちょっとホモソーセージをね、ちょっと探りながらちょっと。はい、ちょっと持ちまーす。巻きます。あー、いいね。いやー、いいね。自分向けでーす。どうなるんすごいねっとりしてそう。いただきます。ねっとり。あ、ちょっとかじらんしゃぶってください。ごめんね。あ、なんか、いや、おいしいよ。おいしいけど何の面白みもない普通の、本当に、はい、どこら辺のホモなんだろう。普通にホモなんですって。普通にホモか分からんのやって。普通にホモなんです。むくのはうまい。はい。アナルに入れた。割とこれでもリアルな。いや、お前すごいな、それ。ちょっとこれ映したところでモザイクかけるから。あー、あー、すごい。あー、すごい。あー、すごい。あー、あー、あー。あの、こうやって耳をね、あの、ちゃんと。ごめんね。あとね、この、なんていうの、中でこの、頬を突き上げる感じがやっぱいいらしいですね。ごめんね。俺、最初の字やだよね。生き生きしとるぞ。今日は今日は今日も二人でギャフンと言わせようと言った言った、全く言ってなかったでですね、今日は京子ちゃんが仕事後に、来てくれたんで、俺からちょっとプレゼントを買ってみます、それをちょっと渡そうかな。すいません、なんかあの、すいません、ホモソーセージもう一回こちらです。ででーん、ペペ T シャツいらない。一応ね、あの L サイズなんだけど、これは俺の性癖で、あの女子がちょっと大きめの T シャツ着てるのが好き。ありがとうございます。完全にペペ、すんごい見覚えのあるカラーの、そっか、しかもオレンジや。めちゃくちゃ見覚えのあるカラーの、めちゃくちゃ見覚えのあるこうロゴの俺なんかドラゴンボールもなんか出てくると思った。あー、なるほどね。全然違う。なんでこれなんですか。いや、でもなんかペペローション、そうだな。ペペローション、まあ、てか、好きっつうか、まあそうっすね、好きっすね。ちょっと着てみませんか。あ、着ます、着ます。どうですか、似合いますか。あ、いい。あ、素晴らしい。それでワンマンやった方がいいんじゃない。湧いてんな。普通になんか、はい、高級ブランドみたい。あ、やっぱりですか。いや、
そんなことないぞ。やっぱりそう思います。いや、なかなかいいよ。なかなか、結構、なんていうの、ペペ古着ミチクスみたいな、かわいい。かわいい。かわいいよね。はい。なんかこの、切り替えの部分がちょっと、こう、ちょっと 胸の上のところにあるところが、すごい、トレンド感があるっていうか、はい。胸上のこのトップの上の切り替えっていうのがやっぱりちょっと流行ってるんで、これでちょっとこうスタイルよく見えるとか。なるほどね。はい。A ラインというか。A ライン。A ラインではない。A ラインではない。T シャツです。T シャツです。T シャツです。女子高生は。さすが。しかも今切れたとこ取れてない。めっちゃかぶってたな。